カカリアにさらわれたライデン・メイを助けるため、キアナたちは ME 社本社に忍び込んだ。そんな彼女たちの前に操られたブローニャが立ちはだかる。戦闘の中でブローニャは自ら脳内のバイオチップを破壊し、カカリアのコントロールから脱した。バイオチップが壊されたブローニャは昏睡状態となり、聖フレイヤ学園の技術でさえ彼女を呼び起こすことはできなかった。ブローニャを助けるため、テレサは聖フレイヤ学園の地下にある中央教会堂に来ていた。教会堂には天命最高のバイオテクノロジーが隠されていた。バイオチップ脳埋め込みに関連する資料を探してちょうだい。天命中央データベースより713個の関連データが見つかりました。うち712個が最高機密森林計画と関連するため閲覧禁止となっております。またオットー大司教が隠したのかしら。それじゃあ閲覧できるのは2000年2月7日シベリアバビロン実験室関連のデータです。2000年2月7日、くそ、あの時のデータベース関連データをエクスポートしてちょうだい。かしこまりました、テレサ様。あれ、スクリーンが消え始めた。私も急いで入らなきゃ。バーチャル空間構築完了。時間2000年2月7日午後3時、場所シベリアバビロン実験室。ここはどこ？おい、誰かいる？ダメだ、通信機もつながらない。入ったらこんなところだなんて。テレサの後ろをついてったのに見失っちゃったし、遠くに見えるのは塔ね。よし、行ってみよう。準備できたよ。前に進もう。ロックと&ローデット。しない。楽勝だよ。で誰かを傷つけさせはしない。審判の時は来た。前に進もう。運命を変えられなくてももう逃げたりしない。自分の力と誰かを傷つけさせはしない。審判の時は来た。
前に進もう。かすり傷だよ。艦長、次の目標は決まった？わかった。あんたたちに前に進もう。わかった。運命を変えられなくてももう逃げたりしない。前に進もう。この力で誰かを傷つけさせはしない。あんたが混乱か。新さんの時は、この量の雪を見るのは久しぶりだな。パパが失踪するまでは私たちも雪が積もる小さな村に住んでたっけ。雪が積もると一緒に雪合戦したな。そういえばパパが力いっぱいに投げた雪玉が2メートルくらいの岩に当たって岩が砕けたことがあったな。待って、あの時私が避けれなかったらすっごい危ないじゃん。あのアホパパ、何を考えてたのかな。それから4年前のある日、アホパパは突然いなくなって、私はパパを探しにヨーロッパからアジアに行ったけど全く手がかりがなくて、パパは今頃どこでバカやってるのかな。ちょっと会いたいかも。そして場合じゃないのに、この勝利が私の痛みを和らげてくれるといいな。準備できたよ。こんな雪道の中、もうどれくらい歩いたのかな。ちょっと寂しいな。おかしいね、私が寂しがるだなんて。パパが失踪してから長い間ずっと一人ぼっちだったのに、どうして今になって一人が怖いのかな。はあ、頭の中がメイ先輩が作ってくれた夕飯のことでいっぱいだよ。あとブローニャと一緒にゲームするのも、テレサの地獄式訓練だってこれより面白いよ。それと酔った姫子がすっぱだかで私のベッドに潜り込んで、待って、最後のやつは何よ。はあ、とにかくまたみんなに会いたいな。してる場合じゃないのに。運命を変えられなくてももう逃げたりしない。ロックとアンパッ、前に進む。この力で誰かを傷つけさせはしない。前に進もう。わかった。運命を変えられなくてももう逃げたりしない。ロックと&ローデット。まっ、審判の時は来た。わかった。艦長、次の目標は決まった？前に進もう。
私のホームグラウンドだよ。分かった、前に。前に進もう。この力で誰かを傷つけ、審判の時は来た。ローデット。分かった。前に進もう。艦長、次の目標は決まった？ここは私のホームグラ。時は来た。分かった。この力で誰かを傷つけさせはしない。いっぱい歩いたのにまだ塔に着かないの？迷子かな。この空間にずっと閉じ込められちゃうなんてことはないよね。一人ぼっちでパパが失踪した日みたいに、私に返事してくれる人も待っていてくれる人もいなくて、終わりの見えない雪道でたった一人。違う、今はみんながいる。みんなが待っていてくれてる。メイ先輩、姫子、テレサにブローニャ、絶対みんなのところに帰るわ。この後の時間は一回勝利しただけだよ。これから先道はまだまだ長いんだから。準備できたよ。あれ、通信機の信号が戻った。目標の阻止に失敗。交戦中に負傷したから少しの間動けないの。目標はバビロン実験室の方に向かったわ。残りのバルキリー部隊は直ちに目標地点に向かってちょうだい。この声はテレサみたい。この近くにいるみたいね。急がなくちゃ。してる場合じゃないのに。分かった。つまんない。自分の力と向き合わないと。ここは私のホームグラウンド。運命を変えられなくてももう逃げたりしない。審判の時は来た。前に進む。分かった、前に進もう。艦長、次の目標は決まった？早く出てきなさい。出ないと全部壊しちゃうわよ。この力で誰かを傷つけさせはしない。この勝利が
私の痛みを和らげてくれるといいな。くそ、油断したわ。第二律者がすでにあそこまで強くなってるとは。体の再生を急がなくちゃ。大司教があの人を派遣する前に第二律者を倒さないと。テレサ、なんで来ましたの？あなたは？もうちょっと会わないだけで忘れるなんて。あんたの目、キアナだよ。キアナ？キアナかすらの？ふん、クソ第二律者め、幻影で私を惑わそうだなんてバカにしているのかしら。私のメイキアナは今一歳よ。ふん、死ね、幻影。わかった。ふっ、あんたがこんな。目の前のテレサは2000年の時のテレサなの？だから私のこともわからないんだ。わかったわ。あなたはジークフリートの野郎の私生児ってことね。はあ？クソ野郎、私生活が乱れまくっているのは知っていたけど、まさかこんなに大きい私生児までいるなんて。だから私のメイだって言ったのね。誰が私生児よ。かわいそうに。受け入れられない気持ちはわかるわ。全部あのスケベ野郎のせいだわ。もういいや。テレサの IQ じゃ説明しても理解できないだろうし、今はとりあえず話を合わせてここから連れ出してもらおう。そうそう、全部あのクソパパのせいなの。あいつ4年前に私とママを捨てたの。それからママも死んで、私はあいつを探してここまで来たの。かわいそうに。安心なさい、私がいるわ。でもまずはこの危ないところから離れましょう。任務が終わったらジークフリートの野郎を捕まえてたっぷり教育してやるわ。時間は一回勝利しただけだよ。これから先道はまだまだ長いんだから。準備できたよ。
ちらテレサ・アポカリプス、第二列車の現状を報告してちょうだい。テレサ様、ご無事で何よりです。第二列車はテレサ様との交戦後レーダー上から消えました。塔にある崩壊エネルギーを使って完全覚醒するために第二列車は必ずバビロン実験室に向かうと思うわ。ダルキリー部隊に塔周辺を巡回し、第二列車の崩壊エネルギー反応を見つけ次第司令部に報告するように伝えて。それと第二列車との接触を避けるように言ってちょうだい。そういえばジークフリーとカスラナは今どこにいるの？ジークフリート様は先ほど臨時司令所に到着し現在待機中です。わかったわ。私も今から急いで合流するわ。今夜何を食べるか考えないと。前に進もう。わかった。楽勝だよ。よし、わかった。前に進もう。自分の力と。ロックとアンドローデット。審判の時は来た。前に進もう。艦長、次の目標は決まった？早く出てきなさい。出ないと全部壊しちゃうわよ。わふっ。略称よ。あれはバビロン実験室といって、天命がシベリアに作った大型研究センターなの。あそこには天命最先端のバイオテクノロジー、素材技術、パソコン技術、そして最新のエネルギー源技術があるのよ。エネルギー源技術？世界唯一の大型崩壊エネルギー反応炉、エネルギー強度2000崩壊ワットを超える化け物よ。2000崩壊ワット？ハイペリオンの革新反応炉よりも大きいじゃん。ハイペリオン？何それ、聞いたことがない反応炉ね。でもハイペリオンって響きは、うん、戦艦名にぴったりね。うわー、言ってはいけないことを言っちゃったような気がする。とにかく第二列車は覚醒したけど、崩壊エネルギーが足りないからまだ弱いの。だから塔の崩壊エネルギーを狙うと思うの。もし第二列車が塔の崩壊エネルギーを手に入れたら誰にも止められなくなるわ。だから奴が塔にたどり着く前に倒すわよ。第二列車、シベリア、2000年、どっかで聞いたことがあるような。そうだ、ムーンライトスローンで倒れた時だ。あの時夢の中で謎な奴が言っていたような。2000年にシベリアで第二列車との戦いから第二次崩壊戦争が勃発し、
その最中にママがセシリアが死んだって。みんなとの時間は、この勝利が私の痛みを和らげてくれるといいな。準備できたよ。テレサ、テレサ。どうしたの？急に大声なんて出して。ちょっと聞きたいんだけど、セシリアは？セシリア、シャニアテもこの戦いに参加してるの？セシリア？どうしてその名前を知っているの？それは、セシリアが私の最も尊敬しているバルキリーだからよ。そうだったの。セシリアなら来てないわよ。セシリアは1年ちょっと前に女の子を産んでね。それから休養しているの。だから今回の任務にも参加していないわ。でも、でも、もし私とジークフリートの野郎が第二律者を倒せなかったら、オットー大主教は強制的にセシリアに出撃を命じるかもしれないわ。そんなことは絶対にさせない。セシリアは私が守る。そうだね、しっかり守ってね。今夜何を食べるか考えないと。運命を変えられなくても、前に進もう。分かった。この力で誰かを傷つけさせはしない。ここは私。前に進もう。勝利しただけだよ。これから先、道はまだまだ長いんだから。準備できたよ。あ、テレサ、お願いがあるんだけど、ジークフリートに会ったら、私のことはまだ黙っててくれる？どうして？その、ほら、今は大事な時だし、私のことで時間を無駄にしたくないの。それにママじゃなくて、
セシリア様の身に危険が及ぶかもしれないし、とにかく私のことは任務が終わってからでいいから、お願い。わかったわ。さすがは私の姪ね。前に進もう。ロックと。わかった。前に進もう。わかった。艦長、次の目標は決まった。この力で誰かを傷つけさせはしない。この勝利が私の痛みを和らげてくれるといいな。やあテレサ、やっと来たか。第二律者と会ったって聞いて心配してたんだぜ。ふん、あんたの心配なんかいらないよドスケベ。はいはい。お、こっちの綺麗なお嬢ちゃんは誰かな。今度機会があったら一杯おごらせてほしいね。ジークフリート、そんなこと言ってる暇があったらさっさと現状を教えなさい。悪い知らせと、もっと悪い知らせがある。悪い知らせは、ヴァルキリー部隊が第二律者を探しに向かったが、何も発見がないこと。それ以上に悪いのが、戦況に進展がないのを見たオットー主教が、セシリアの出撃を命じたことだ。そんな、今のセシリアの隊長では、戦いはまだ無理よ。あと30分で、セシリアがシベリアに到着する。その前に、第二律者を探し出し、殺さねえとな。神様はまだ俺たちを見捨てちゃいないようだぜ。報告します。 O23 エリアと O17 エリアから同時に第二律者の痕跡を発見したとの情報あり。私たちをバラバラにする気かしら。仕方がねえ。俺は O23 に行く。テレサは O17 に行け。第二律者を見つけたら手加減はするな。キアナはここに残ってちょうだい。ここは安全なはずよ。ん？キアナ？そう、ごめんね。あんたの娘と同じ名前、キアナだよ。私も一緒に行く。一緒に戦うわ。でも、私の実力なら、さっき戦いの中で見たでしょ。俺はいいと思うぜ。お嬢ちゃんの目を見ればわかる。お嬢ちゃんはいい戦士だ。テレサ、連れて行ってやれよ。わかったわ。そうだ、それと。これは利子よ。第二律者を倒したらたっぷり懲らしめてやるわ。待ってなさい。クソ、じゃなかった。ジークフリート、ジークフリートかすらな。早く早く第二律者を倒さないと。じゃないと、じゃないと。キアナ、何言ってるの。セシリア様のことが心配なの。体調が悪いのに戦場に行かなきゃいけないだなんて。セシリアのことが心配なのね。安心なさい。私もジークフリートの野郎も全力を尽くすわ。あの野郎は適当にやってるように見えるけど、内心ものすごく焦っているわ。あの野郎にとってセシリアは最愛の妻だからね。キアナ、どうしてあの野郎が私と一緒に行動するように言ったと思う？どうして。それはね、あの野郎が第二律者を見つけ次第天下制裁を使うことを決めたからよ。天下制裁？天下制裁を使えば全てが火の海に飲み込まれる。たとえ使用者であっても無事では済まないわ。だから私と来させたのよ。あのクソパパ。ぼーっとしてる場合じゃないのに。楽勝だよ。
前に進もう。わかった。前に進もう。わかった。運命を変えられなくても。もう逃げたりしない。ここは私のホームグラウンドだよ。審判の時は来た。分かった。振り切った。今マイク。一回勝利しただけだよ。これから先道はまだまだ長いんだから。準備できたよ。ここが O17 よ。これはヴァルキリーのバトルスーツの残骸。どうやらこのエリアのヴァルキリー部隊は全滅のようね。でも壊れたバトルスーツからの信号で第二律者がここにいるかのように見せかけていたんだわ。ヴァルキリーのバトルスーツまでコントロールするなんて、第二律者の力は一体どれほどなの？テレサ、考える暇はないわ。本物の第二律者は O23 にいるはずよ。急がないと。待って、大型のヘリコプターがこっちに向かってきてる。あれは天命が配置した対崩壊重要重量型ヘリコプター。第二律者はあれをもコントロールできるの？ヘリコプターで私たちを足止めする気ね。キアナ、さっさとヘリコプターを壊すわよ。O23 にいるはずね。キアナ、急ぐわよ。司令部、ここから O23 までどれくらいかかるの？最短で15分です。ジークフリートに知らせて。第二律者を足止めして絶対に塔に近づけるなと。この勝利が私の痛みを和らげてくれるといいな。